丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話ししてくださるのはこちら、自己紹介よろしくお願いします。はい、どうも、今日はですね、 SNS がない時代にですね、日本にホストという仕事を広めたということで、元伝説のホストということで、白崎仁と申します。よろしくお願いします。お願いします。そして白崎さんが連れてきてくださったのがこちら、黒崎さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。クラブロックソードのオーナーの黒崎健です。今日はよろしくお願いします。お願いします。でも白崎さんが連れてきてくれたってことは、はい、普通のホストさんじゃないんですよね。いや、今日はちょっと今まで全然大っぴらになっていない僕の時代のホストと今のホストが何が違うんだっていうのを、とにかくダイレクトメールか何かいただくんですね、うん、だからもう今日はこの丸山さんの番組ではっきりさせようと2005年にもうホスト業界って変わるんですよ、一気に。もう何もかもが変わって、今そこからもう15年以上経っちゃっての、今を知ってる方が黒崎さんで、白崎さんは一応レジェンドなんだけれども、今のことも僕はいろんなホスト業界の底上げっていう形で、はい、人材育成とかホスト業界の相談に乗ってますんで、はいはい、ということで今回はですね、一応いろんな、もちろん裏社会ジャーニーっぽい話もしていただくんですが、ホスト業界ってちょっとわからないところとかあったり、実はこれを見てる方の中にも結構ホストの方って多いっぽいんですよ、SNS を見てると。だからそういう人たちにこれからのホスト業界どうするかっていうことも含めて、ちょっとね、3人で、話していければと思っておりますんで、本日はホスト業界の、まずはやっぱでも僕下水んで、お金について聞きたいんですよ、はい、それでしょう、はい、まずはなぜみんなホストに魅了されてホストに入るかっていうところですよ。はい、で聞きたいのは、白崎さん、はい、現役時代これ年収で聞いた方がいいんですか、ホストさんって、うん、それとも月収、それとも1日どこで大体区切って聞くのがいいですか。もうね、時代ちょっと異常な、もう本当に周りのホストクラブの他店、他のお店のナンバーワンが300万あげたらもう拍手みたいな、総売りで。1日でってことですか。いやいや、もう1ヶ月間 で、うん、300万売ったらすごいっていう時代。お酒の値段がそもそも違う。もう高いロマネコンティで一番高いのでも1本300万でお会計600万ぐらいの時代なんですけど、今のロマネコンティ、一番有名なワイン、うん、あれ今1本1000万ですからね。から違うんですよ、桁が。その時で、白崎さんって、はい、月収っていうんですか、月換算、僕大体時給100万でした。時給100万時給100万簡単に計算したら、うん、そうすると1ヶ月どれぐらいになってたんですか。もうフェラーリ毎回新車で買いますよね。まあ数千万単位、数千万バンバンバンって。ちなみに黒崎さんは今どれぐらいなんですか。今ですか。今って最高、最高です。現役の最高な時でやっぱそうですね、僕もフェラーリは行けたんですけど、やっぱ、ね、うちは気使っちゃうんですよね、数字いやでもそのね、まあ、外車の新車ってことで言うとすごい分かりやすいですよね。あれもちなみに黒崎さんと白崎さんで言うと年齢差っていうか、今どれぐらいの時期でそれぞれ活動されてたんですか。僕、白崎さんはでも2000年代ですね。そうです、1999年から2005年までのジャスト6年。ああ、意外に僕6年しかやってないですからね、ホスト。うっそー、めちゃめちゃ帝王として君臨してるイメージありましたけど。ね、丸山さんと僕同い年なんで。はい、そうなんです、うん、僕だから上京した時にテレビで本当深夜番組トゥナイト2とかかな、はい、トゥナイト2、うん、トゥナイト2かな、多分ドキュメンタリーなんですよ、うん、ホストの花道とか、はい、あ、そうそうそう、そういうの見てたんですよ。だからうわ、すっげーのいるなと思ってました、はい、もう本当に学生だったから全然違う世界と思って見てて、今ここでね交わると思ってなかったんで、まあ、それはそれはいいんですけど。黒崎さんは、僕は2009年ですかね、はいはい、から僕も5年、フレア5年ですね、5年やって、で今は経営の方、そうですね、経営に、はい、経営するためのホストっていうイメージで始めたんで、大学生時代にちょっとお金がなくて。経営者とプレイヤーってどっちが儲かるんですか。いや、まあ、断然経営者ですよ。ああ、そうなんですか。うん、経営者ですよ、うんうん、プレイヤーはやっぱり駆け出しの頃お金もまかなきゃダメだし、うん、それこそ横との付き合いも、僕の場合は友達営業だったんで、うん、もう来てくれたホステスさんのお店にもお金まきに行くし、もうそういうことをやってたんで。じゃあさっき会社1台分って言いましたけど、はい、必要経費っていうか、はい、1ヶ月にかけるお金っていうのも相当かかっ、僕が一番何に使ったかというと、クラブ愛ってその当時365日休みがないんですよ、うん、
で、1日休むと僕の場合大体罰金100万なんですよ。ん？だって月大体3000万ぐらいいただいてたんで、3000万いただくということは2級100万なんですよ、うん、それ行かなかったら100万なんですよ、うん、それはもらえないんですよ。出ますよね。出ます。で、僕は150日間飲み続けて連続出勤したら、あの相田武会長の奥さん大ママがお願い、ジンだけは死んだら今困るからと、もうお休み罰金なしでいいからっつって、僕初めて海外旅行行くんですけど、はあ、そんな時代ですよ。で、何に結局金使ったかというと、うちのグループ13人のグループだったんですよ。クラブ13人、うん、あの要はホスト全部で400人いたんですよ、はい、間看護でもうグループ制なんですよ。その一番売り上げ上げてるやつの下に自分のヘルプを囲うんですね。ちょっとシステム独特だったんです、クラブ愛って。その当時今もグループ制ってなくなったんですけど、うん、だから親分がいて、その後輩たちが肝臓を使ってくれると、うん、身の回りのこと全部お世話する。だからその子たちにもう携帯とまた払ってこい、仕事できないだろう、冬になったら着るもんがありません、この買ってこいみたいな、うん、でもうご飯行くんでもミーティングするんでも彼もそれは買わないと思います。後輩たちに金かかるんですよ。はあ、実際黒崎さんも後輩たちにはお金はかかるんですけど全く違うんですよね。あの経営者が儲かるんですけどプレイヤーの方が儲かる時代なんですよ。え、今多分総売り何パーセントとかってあると思うんですけど、僕も入った頃ってまた仁さんの時代の名残があったんですけど、承継の折半ってもらえたらよかったんですよ。承継、うん、っていうのはタックスがあるんですけど、はいはいはい、消費税とかけないかける前の売り上げの半分ぐらいが給料が 一番もらえてるようなお店だったんですけど、うん、今その全部の台形総売りっていうんですけどの 70% ぐらいもらえる子がいるんですよね。なんでお客さんが1000万払ったら700万給料なん、え、そんなシステムが可能なんですか？いや、もうそれ可能になってるというか、多分時代がやばいですね。なんで経営者がそれ1000万売る子が1人いても300万って言っても酒代も税金もかかるわけじゃないですか。経営者が100万ぐらいしか儲からない。はあ、でも1000万売ってる人は700万そこから税金払っていく。残る額、時代の変化っていうので僕一番感じているのは、はい、あの新宿ね、界隈に住んでる人はおなじみですけれども、トラックですよ。あ、1億円プレイヤーって書いてあるトラックがめちゃくちゃ回ってるじゃないですか。あのやっぱ1億ってホストの中では一つのこう壁なんですか？いや、目立てる言葉ですよね。僕が多分ホストのドキュメンタリーの時に1億円の男って呼ばれてたんですよ、うん、その当時に。億って出ないんですよ絶対、うん、年間で、うんうん、それがなんかこうみんなすごく色濃く刷り込まれたみたいで、なんか1億円プレイヤーっていうなんか宣伝ですよね、うん、じゃあ今あのトラックでいっぱい出てる1億円プレイヤーっていうのは本当にあれ奥は行ってるんですか？どうなんですか？いや、もうなんですかねまああんまりこういうこと言うのはあれなんですけど、まあ僕が見てる感じだと、僕の理論からすると、うんと半分偽物いるんじゃないかなって思ってしまうんですね。はいはいはい、なんでかっていうと、僕がホスト始めた時って一番最初にお給料も何百万もらいました。これが溜まっていけば何千万になるわけじゃないですか、うん、何か経営したりとか、うん、願望があって一番取りたい人間が何かやりたいわけじゃないですか、うん、なのに売れてる方たちが何もしてなかったりとか、でそのお金何に使ってるのかな、貯めてますって言ってホスト一番取りたい人が貯めてだけ入れるかなって目指したいわけじゃないですか。で、中でなんかその何に使ってるかわからない方とか、お金がないんじゃないかなって噂される人とかもいるんで、じゃあ見てるだけじゃ懐ぐらいまでわかんないんですね、はい、で実際の本当に1億稼げるかどうかもなかなかわかりづらい、はい、でも1個あの基本情報として僕知らないに、はい、聞いておきたいんですけど、ホストクラブってどうしても現金がうなってるイメージありますけど、はい、あれカードとか切り使います、ガンガン使いますよ、はい、でもあの現金積んであったりするのあれ見せ金なの？いや、まあ、番組によりますね。僕の時はクラブアイはもう1円でもお金未入金だったらそれは扱わないじゃないと喧嘩になっちゃうんで、ホスト同士 1位と2位でそんなことやったらお前お金会社に入れてないのにお前が1位なわけねえだろうなっちゃうんで、だからもう僕の時のドキュメンタリーはあれガチの金額です。はい、じゃあ本当に積んであったの覚えてるんですけど、はい、本当にじゃあ現金でが動いてるしビジネスだったで、そうです、そうです、でかい金庫置いてありましたから。ちなみにホストを理解する上で、お金を理解する上でもう一つキーワードよく出てくるんです、はい、まあ、知ってる人は知ってる常識ですけど、売りかけって何ですか？ああ、お客さんのツケ、うん、借金、お店に対する。いや、
例えばじゃあ今日飲み食い100万しました、うん、ごめんなさい手持ち80万しかない、残り20万、これを月末までに納めてくださいね。でクラブアイの場合はこの20万入らなかった場合これ成績にならないですよ、うん、自分でもこの20万足さなきゃいけないですよ。これ黒崎さん的に今はそれ20万入らなかった場合売りかけ自体の数字っていうのはどうなんですか、どう算入するんですか。自分で立て替えた場合は例えばじゃあ100万円に20万足りなかった、20万じゃあ自分のポケットが出して出せば100万円もちろん売り上げです、うん、あとお店によってなんですけどあの入金率っていうのがあって、うん、じゃあ給料で賄える分だけ例えばじゃあ1000万売りました、じゃあ700万円入金されて300万円は給料から引かれるからいいよね、1000万売ってますよねってみなす店舗もありました、うん、僕もあの自分で経営する前に何店舗か働いたことがあったんで、うん、そういうシステムを見せられる。みなしの売り上げっていうことに売りかけが参入されちゃうってこともあるから、はい、表面さっきも出たけどあれですね、表面上の数字じゃホストっていうのはなかなか理解できないってことね。だからそれ1億円なんですか、1億ポイントなんですか、1億って何ですかって話。そこね聞きたかったんだけど、実はあのツイッターとかでねよくホストの方見るんですけど、1億とか1000万って書いてあって単位が書いてないことはあるんですけど、それのからくりっていうのは今お話しされたことですよね。あのっていうの僕の友達のね企画でね、あのよくあの昔やってたんですよ、そのあの雑誌だったからいいのかもしれない、どうなのか分かるんですけど、遠行時代ですね、遠行時代に5万でどうって言って、で行って最後に5万ウォン渡すっていう企画をやってる友達がいて、アホっていうかダメじゃないですか。そういうことがあったから単位って結構僕気にする癖があって、それで書いてねえなと思ってたんですよ。じゃあポイントっていうのは円は円かどうか書いてないっていうのはまだいいとして、あのポイントって何なんですか、1億ポイントとか。これはもう僕の時代には存在してないもんですから。僕のそうですね、いる店舗グループでは円なんですけども円なんですけども、あのやっぱまあちょっとそのお客様自体とか、うん、そういうお店を辞めてきた男の子が面接来た時にとか、あとうちに入店してとか聞いた話だと、まああるところだと1000万ポイントを最初に300万円で買う、うん、でそれでお店はで300万円好きにお客さん呼んで飲み食いして、お客様の会計は1000万ポイント分自分でもらってくださいね、で1000万ポイント分のお酒を出し切った後は自分でまたお金を払うっていうのようなを聞いたことはあります。でもね、ホストってどうしても現金商売のイメージがあったから、そんなことになってるのって、なんか金融商品みたいになってるじゃないですか。そんなことで どうなるんですか。だってあのあれじゃないですか、自分のもう大きく見せたい顕示欲というか。じゃあそれはあのさっきからよく出てくる1億とかそういうの書いてある SNS にとかトラックとかそういうあのいわゆる広告部分にそういう数字を踊らせるためにあのそういうシステムを入れてたりすることもあるってこと。それは大いにある。そのポイント買うことによってそのトラックに乗れるってことですよ、写真で。みんな乗れば自分が大きく見せる、うん、だって今ホストの方で俺はっきり言いますけど、うん、電撃入籍入店か、うん、電撃入店とか他のなんかあの伝説のとか言ってもじゃあ今誰か取り上げられてますかとかもあるし、うん、全然ですね。だってあのいまだにあの伝説のホストとかホストで知ってる人って言われたら普通に白崎さんだわ、あわるじゃないですか。ありがたいですよね。あの俺なんかな、あの見た時にあのテレビであれどっちだったっけな、水曜日のダウンタウンかなんか中で、はい、白崎さんがあの下っ端としてあの入っていってめっちゃ盛り上げて最終的に場を仕切ってたっていうのを見たんですけど、はい、ありましたね。あのそれぐらい なんですか、あのホストってやっぱ稼げるホストっていうか腕持ってないとダメってこと。持ってないとダメですよ、現金動かすには。だって僕らとあとねお客さん、僕今新しいお店のこういう今のねホストクラブ行くじゃないですか。何が違うって無機質、お金の動きが。昔は女の人もわざと見せびらかして あ持ってきなさいよとかやるのがなんか結構その下世話感もあって、それで盛り上がるみたいな。でそのお金で悪い話ナンバーワンとかを踊らせることはできないけど、それこそそのヘルプの子たちが湧いてもう優越に浸るというか、あんたで飲めんの、じゃあはい、このビープ飲んだ、はい10万とか、そんな時代だったんですよ。あれでもそれで見てて思ったんですけど、盛り上げるのめちゃくちゃうまかったんですよ。あれって結局コールの力なんですか、それともなんか環境を作っていくことなのか。よくぞ聞いてくれました。はっきり言います、喋れなくなったからコールなんですよ、うん、
俺らの時代は人間が濃い人間多かったから、喋れなかったらぶっ飛ばされるし、先輩に喋れなきゃ飲め、飲めなきゃ喋れないですよ。飲み用意なのお前、喋り用意なのお前、いらねえよやめろよみたいな、すぐ怒られるみたいな。でトーク力が落ちてきたから、シャンパン入った時にえつまんないってお客さんが言い出したんですよ。マイクパフォーマンスですよ。はあ、そっちになっちゃったんですよ。別にあのこ面白かったらコールする必要はない。いや、いらないじゃん。だってクラブアイでコールなんかしようもんなら、ガラスの灰皿僕顔面に投げられたし、新人の頃。あとはあのちゃんとした お客さんだと、えちょっとやめてコールなんかする、うるさい。あとはそのクラブアイはマダム多かったんで、あいやつうかさ、私あんたたちヘルプに飲ますし お酒入れてないんだけど、私ジンと飲みたいんだけどみたいな、だそうすると高いドンペリゴールドとか高いラトゥールとかワインが入っても、ここは、指名者とお客さんと飲む。でヘルプの子たちに、じゃあいいわよあんたでドンペリ塩3本ぐらい持ってきなさいよみたいな世界が、なんかね、なんかそういうのがあった。では今を知る黒崎さん的には、そのコール文化を含めてどうなんですか、そのあたりの変化って。いや、そうだと思いますね。あの初めて歌舞伎町で来たお店だと一番最初に研修したのがコール研修で、もう飲みコールをじゃあ何個もこう教えられて、じゃあこれやってこれやって、でなんかこうですね、本当ですね、喋りに詰まったらとりあえず飲ませよ、魔法のお金を出すための魔法の飲み物だよみたいな感じで、もうその時の上司に教わって。じゃあコールって誰が考えるんですか。店とコール舞台を作ってますよね、お店がミーティングで、でコールの練習してますよね。どんな感じでやるんですか。採用されたら賞金みたいなとかあります、うん、考えてこいみたいな。ああ、はあ。今の子たちは、ね、最初のお店はそんなすごいでしたね。でも黒崎さんのところで今働いてるホストの子たちもコールはできるんですか。そうですね、コールはもうあるんですけど、まあどちらかというとやっぱジンさんの方のイメージで、僕もその会話というかトーク力というか、女の子の話をちゃんと聞けるホストが多い感じですね、うちは。いや、悪いことじゃないと思うんですよ、はい、だから、うん、テレビで、ね、あのシャンパンコールやってよってあのシーンよくあるじゃないですか、はいはい、あれを見てしてもらいたい子も実際いるんです、はい、で僕困ったのは、芸能入ってからあのちょっとこう人のこう何ですかね、イベントとか呼んでもらえるじゃないですか、うん、ジンク、あのシャンパンコール見せてよって言うんですけど、俺現役時代シャンパンコールやったことないですよ、一回も。でもやれと言われればできる。いや、なんとなく真似ですよね、逆に僕が今の人たちがやってる。でもっと言っちゃうと、シャンパンコールやるのってヘルプの子たちなんで、あそっか、売れてる人はお客さんに座ってるだけなんで。ちなみにあのシャンパンタワーとはまた別口なんですよね、あれシャンパンタワーはタワーなんですよね。タワーですね。あれって僕聞いたのは、あのタワー職人がいて、家族中に2人ぐらいしかいなくて、結構頼まれるとそのかあのそのシーズン、いろんなシーズンイベントごとが多い時だとめっちゃ大変っていうのを聞いたんです。どうなんですか、シャンパンタワーちなみにおいくらぐらい。いや、もう入れるもんだよな。入れるもん、そうですね、中に。ああ高さとそれに対して満タンにするのに、はい、でもそれを変な話、モエシャンドってやるのか、クリスタルでやるのか、大きさですね。もう日本一大きいシャンパンタワーって言ったら、もう本当こっからそこまでずらーって並べてるような人も。お二人が見聞きした最高額はシャンパンタワーはいくらだった？何千万までは見たことあるんですね。5000万とか。ちょっと待ってください。5000万ってなるじゃないですか。今も金の話聞いてるから、お客さん側でしょ。お客さん、ちなみにあの普通に1時間飲んだら大体いくらぐらい。そう、まず飲むものにもよりますけど、まあ普通に飲んで、まあ座って2万円しないぐらいなんですよ、うちのお店は。で普通に飲んで3万、まあまあ、はい、ね、飲みの単位じゃないですか、はい、でこれ5000万とかのお客さんとかなってきた場合、はい、さっきも聞きましたけど、カードで払うんですか、現金、それとも後から何か。その方は分からないんですけど、基本現金が多いのかなって。多いの、現金の、はい、どういう方なんですか、現金でそれ持ってくる人たち。基本素性聞けないんですよね。ああ、じゃあ謎の金持ちとか結構来ること。聞きますね、僕の時はもうそれでしたね、はい、もうヴィトンのカバンにずーわ札束もう向きすぎてバーッと、はい、今日パパからもらったからポーンと置いて、
今日のお店の売り上げだって、で何の経営ですかっていう現金で動くところだからそうですよね、うん、あなんかそういう商売なのかなみたいな。もうそれであの来るじゃないですか、現金で。あの俺あのジンさん の, その動画、あ昔の動画とかでも思ったんですけど、ホストの人たちってそのお金バッと見せる割には雑に扱わずにきちっとあの折って10万ずつ単位したりとか、お金に対してのこう扱いケアするというか、まあ、すごいちゃんとした数えたりとか、そういうの。どうなんだろうな、僕は、うん、いつもあの給料日僕だけ違かったんですよ、現金で渡されるんで、うん、でその時って同じ日にするとそれ狙われたら一発アウトなんですよ、何千万なんで。あ僕だけシラフの時にあの会社の事務所に取りに来なさいと、あで必ず後輩2人をつけてドアトゥードアで車を横にベタ付けしなさいと、でいつもトライアの羊羹の袋とかに、ね、もらったんですよ、うん、で僕ね、もう忙しすぎて給料数えてないことがあって、それこそ自分のクローゼットにもうそのまま札束こうやって入れてたんですよ。おいで働きすぎてたまには金見てみるかなと思って見たら、俺こんな金持ってんのみたいな。使う暇ないんですか使う暇ないですか、すごいすごい、何ですか、残高紹介見たことない、見る必要がないというか。でもじいさんってあの雇用形態としてはあの愛の時はどういう雇用形態？変ですよ、フリーランスですよね。もうだから個人事業主。あの税金というか納税。青色申告会。じゃあその時にはやんなきゃいけない。いや大変ですよ。だその時知るんですよ。はこんなことになってんだ。めっちゃ大変じゃないですかそれ。めっちゃ大変ですよ。いろんなところに相談乗って、うん、だからもう本当にまあとにかく使えるか使えないかはあれさておき、じゃあの領収書、うん、とにかく自分と後輩に。使ったものちゃんと使ったものはもう全部袋に入れといて、うん、それの仕様も年末仕分けですよ普通の個人事業主じゃないですかです関係ないですよ、あのホストの場合経費ってどこまでの範囲ですか。だって生き方みたいなもんじゃないですか。あれね、僕がよく言われたのはあのお酒飲みますよね、はい、でもじゃあお酒飲んだら車運転できないですよね、はい、じゃあガソリン代とこの車の維持費なしで、いやちょっと待って俺だって車に乗って買い物行ったり ね、お客さんに付け届けとかやるじゃないかと、うん、この辺が話になりましたけどね。ああ、半分がちょっとあの、ね、どうするかってことです、パーセンテージですね。でもそれで言うとあのもうホストってその今まさに出た話なんですけど、お店で輝く時とお客さんの前でホストとして登場しなきゃいけない時とかあるじゃないですか、うん、その部分ってあの結構意識はされるんですか。普段からホスト前としてなきゃいけないみたいな。あホストさんのスタイルだと思います。わざとプライベートを見せて、うん、私には特別って見せて演じてるホストもいれば、うん、僕みたいに僕が言ってたのは、お前な東京ディズニーランドからなミッキーが外に出ることはないんだと、うん、俺はホストなんで一緒っつって僕はスーツ以外見せたことないです。うーんいつでも白崎仁でしたね。あじゃないと僕が例えばその当時体なんか鍛えてないのに、うん私服で登場したら何でもないお兄ちゃんになっちゃうんですよ。何でもないお兄ちゃんに奥は払われないんですよ。白崎仁っていう匂いと雰囲気をまとっとかないと、その自分が商品ですから。すごい哲学ですね。その匂いを出しとかないといけないというか、危うさは持っておかないと。ちなみにあのお金の話でもう一個あの聞いておきたいのは、あの賭けの話出たじゃないですか。あれの回収ってどうやるんですか。これ難しいですね。僕は何回も問われてますよ。やっぱり最初のまだナンバーワン始めた頃はもうお客さんが月末連絡つかなくなるんですよね、うん、電話番号変えられてますね、うん、これで結構やっぱり名刺を銀座のクラブみたいに切ってもらうような商売じゃないんで、うん、暗黙の了解で例えば風俗の子もいれば、なんかちょっと過去を聞かないでみたいな人も多いんで何やってるか聞こえないで、結構嘘も多いんですよ。ああそうでしょうね。一回僕、うん、シャネルの重役って名乗られて売りかけバーン飛ばれて嘘の名刺切られた時、うん、もその証拠があったんで、家庭裁判所まで行きましたけど、ね、法廷に。それでその時うちの父親からお金を借りてたんで、うん、もう急いで親父で代わりに法廷にうちの親父が行ってくれましたよ。で裁判には勝つんですけど本人がお金持ってないんで回収できないですよ。その時っていくらぐらいだと。僕はその時でも始めたばっかり250万ですよ。いやでも250でかい、全然でかい、今でもでかいです。21かな。
21の時の250万は僕もねナンバーワン取ったばっかりで焦ったんですよ。やばい月末頑張んないと。そしたらそれにお客さん賛同してくれたんですけど詐欺師だったんですね。黒崎さんなんか今経営されてるじゃないですか、はい、お店の中とか、はい、グループというか過去も含めて経営してる中で、はい、飛ばれてしまった場合どう対処するんですか。ちょっとなんか最近とその僕ホストを始めた時とは違ったんですけど最近はもう回収業者って言って名乗って SNS とかでも最近広告で出てくるようなあの売りかけ回収困ってませんか。怖えよ。なんか怖えよ。怖いですよ。あのちゃんと法的にそのちゃんと解消していただけるっていう。それは本当の業者さんなんですか。本当の業者さんです。ちゃんとしたものが。知らない。何それ。振りかけする時ももう結構すごいんですよ。ちゃんときちっとあの弁護士さんのリーガルチェック入ったものに書いていただいてあのちゃんと請求できるような形を取ってるんで。なってるんだ。はい。それを書面送らせていただいてあの反応がない場合、うん、回収業者さん使わせてもらってっていうことも。じいさんの時にあったけど、うちらの時はちょっとねやばいこっちの人が来ていいよ半分折半で取ってやるよって言うからそういう人に一回お世話になっちゃったらアウトなんで僕も使ったことも何でもないですけど。いやね、じんさんの時代だと僕もちょうどねあのじんさん辞める前後ぐらいかなフリーライターとして歌舞伎町多分行ったと思うんで、はい、切り取り屋さんとかはね、はい、よくいましたよね、はい、飲みの場にもいましたね当時。草加もうなずいてますけど切り取り屋って当時いっぱいいたよね。いっぱいでもいるけど、うん、まあお金をね、うん、弁護士以外で取れるっていう、まあ、能力がある人っていうのはどの時代もいますよね、うん、はい。でそうなるとあの回収できた場合はいいとしてでもできなかった場合ホストさんというのはどうなっちゃうんでしょうか。できなかった場合は自分の借金になりますね、うん、それでも桁がどんどん重なっていくじゃないですか、はい、バーストしちゃうことってあるんですか。それは結構そういうホストさんがあの例えばお店変えたいとかで相談来た時とか結構あったんですけど、うん、僕のお店はそういうのを見越してじゃあこれ以上かけさせないとかっていうのをしっかりとお店の方で。じゃあ無限にかけできるわけではないんですね、はい、だから売れててお金が持ってる子はこれぐらいまでいいよって、うん、で始めたての子は売りかけは禁止だよとかっていうのを指示するようにはしてます、うん、だ僕はこの彼がちゃんとそういうこともやってるから今回協力してこうやって一緒にお話をしてるんですね。仁さんのちょっと聞きたかったのはあのその黒崎さんがやってる今すごくちゃんとしてるじゃないですか、はい、そういうのって業界内ではまだそんなに多くない。いや僕が2019年に1ヶ月だけクラバーニョ恩返しでホスト復活したんですよ、うん、その時ね、あまたね現役ホストさんからね相談を受けたんですよ、うん、仁さん俺もうホストやめらんないぐらい借金あるとか、うん、お前売れっ子じゃんって言っていやこれ言えないんですけどとか、うん、そういうのを見ちゃった時に、まあ、いろんなとこ相談を受けててでも彼がすごくちゃんとしててあ違うじゃんと彼だけは違うなと、うんうん、それであの2人でご飯食べてても気持ちいい男だから、うん、なんかね不思議と彼とはなんか今後の明るいホスト業界を作るってもらいたいなと思って、うん、なんかなんていうんですかね今ホスト業界ってすごいブーム、まあ、第何次ブームかわかんないですけどめっちゃ注目集まってるじゃないですか。その中でもういろんな人たちが参入してるイメージあったんですけどやっぱり経営とかそういう目線できちんとやってるところっていうのはまだまだ、まあ、改善の余地があるホストクラブが多いっていうことですよね。あの実は黒崎さんこう見えてというかちゃんとね大学も出てねきちっとお勉強されてる方だったりするんですよね。でもなんか意外な経歴のあるホストっていうのは多いけど当たり前のように進路の中の一つにホストクラブの経営っていうのがあってもいいような時代そういうのをまあお二人はちょっとね目指しているということですかね。あと僕はやっぱりホストで僕はたまたまメディアに入れてお昼の仕事になったんですけど結構ねみんな稼いでもねそれをどうしていいか分かんない。セカンドステージを考えたらそれビジョンを持ってないのが一番困る、はい、うん、だからビジョンを持ってないからいいや若さは無限に続かないってことをどっかで忘れててなんかお金持ってんだけどもう流されてる街に人に。最近ねちょっと聞いた話なんですけど20代のホストいるのは分かるんですけど最近そのジンさんは、まあ、僕とね、はい、同い年は分かると思うんですけどその当時ホストしてた方が出戻りじゃないけどまた40代ホスト、はい、50代もたまにっていうぐらいなんかそういう人が、うん、ホストの高齢化部分的にかもしれないですけどそういうのも
弊害とは言えないけど、他でできなかったから戻ってきてる、楽しくて戻ってきてるわけじゃなくて、うん、どうなんですか、他のことができないんでしょうね。あ、うん、他のことをするためにホストでお金稼がなきゃいけないんですよ。だからホストのスタートだけ間違えてほしくないんですよ、うん、僕はホスト最初5年やって、なんか次にやるためにお金を貯めようと思ってやったんですね、うん、だけどそれも何もなく、ただ目先のお金欲しさ、うん、なんかおしゃれなことして SNS やって女の子とも喋れるんでしょ、違うから、うん、もう武闘派の仕事だから、うん、うん、だから義理人情書いちゃいけないし、だからそうするとクラブアイなんかも買い殺しみたいなホストいっぱいいましたから、うん、だってマックス70手前いましたからね、マジっすか、いっぱいいました、何にもやれないんですから、もう他のことを、だからそれこそ不良こいてて、うん、もう中卒だったりして飛び出すわけじゃないですか、うん、それでホストで若いうちはお金がなんか稼げた、バブル当時に、バブルが終わってそれのイメージだけが残っちゃって、で他にやれることがない、やろうともしないで、バブル当時のお金を全部違法ポーカーとかで使っちゃった人たち、店出しては取られたり店出しては潰したっていうのがいっぱいいたんですよ。 うわこれはやばいよねっていうことがありましたね。なんかホストクラブとお金の話をね、今回聞いてて思ったんですけど、ホストってなんかそのもっとこうちゃんとやってる人とやらない人の差って もっともっとこの先出てきそうですよね。だってめちゃくちゃお金が集まる業界、しかも なんていうかな日本のカルチャーとしてもう認知されてるじゃないですか、ホストってある種。だからこう多分この先ね、インバウンドでもまたいっぱいお客さんが来るでしょうし、そういう時に備えてね、ちょっとこうお二人の今後の活動とかもね、はい、見ていけたらと思いますんで。ありがとうございます。ただホストの話面白いんで、もっともっと聞いてみようと思います。とりあえず今回はこの辺りで。どうも、それでお二人が今からやろうとしている活動について、はい、お聞きしたいんですけれども、はい、まず白崎はですね、今まあ自分で会社を起こしたんですけれども、自分としてはまあ YouTube チャンネルやったりいろんな活動をやってますので、ぜひウェブサイトちょっと一度興味のある方は見に来てください。それとですね、僕さっきホストのそのセカンドステージとか、うん、ホスト業界しかり水商売業界、もう女の子のお店でもいいんですけど、被害者、人生を棒に振る人を作りたくないので、この彼のお店でちょっと人材育成っていう形で後ろでね、もうバックヤードとしてね、僕ちょっと入ります。でこれからホストやりたいと思ってる方は、この男いい男なんで、入り口を間違えないでください。で安易に軽い気持ちでホストやんないでください、危ないんで。今カジュアルにやれる分危ないんです、実は。だからよく考えて、人生で一度ホストを経験してみて、セカンドステージを狙いたい方、学歴問いません。そういう方は もしよかったらブラックソード、このケンちゃんの、まあ、代表がいますから、ここの門を叩いてみてもいいかなと。どうですか。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、アクセス先はですね、概要欄の方に、まとめておきますので、そちらの方からぜひお願いいたします。はい、裏社会ジャーニーとガルフィーがコラボしました。こちらご覧ください。黒パーカーです。ここに、裏社会ジャーニーのロゴの上に、このガルフィー君が載ってます。まあ、ガルフィー君って名前じゃないんですけど、はい、そこに僕もちょっとね、お邪魔しております。で、こちら、袖には、丸山製作所のロゴが入ってます。で、これ、黒だけじゃなくて、白もあります。そして、皆さんお待ちかねの、ロンティ。こちら同じデザインで販売してます。これも白黒、両方あります。で、どちらのデザインもユニセックス、男女共用です。で、男だから女だから関係なく、着ていただけると思いますんで、ぜひお求めください。詳細は概要欄に貼っておきます。